アフリカドチザメは、メジロザメモクに属するサメの一種。アフリカドチザメか、アフリカドチザメ属の唯一の原生種である。西アフリカの沿岸に分布し、訂性で、水深10から75メートルの泥底を好む。体は極端に、細く、歯には、性的苦手が見られる。最大82センチメートル。活発に遊泳し、主に甲殻類を好んで食べる。耐性で、 他のサメと異なる特殊な対盤を持つ。産指数は7。IUCN は保全状況を純絶滅危惧としている。レプテカーイアス族は南アフリカの動物学者アンドリュー・スミスによって作られ、ヨハネス・ペーター・ミューラーとヤーコップ・ヘンデによって1838年のマガジン・オブ・ナチュラル・ヒストリーにおいて発表されたが、この時点ではこの族に種は含まれていなかった。 ミュラーとヘンレは1年後に、レプテカーイアス族をトライーナダン族のシノニムとみなし、彼らの著作シスタマティッシュベシュレイバーングデア、プラジェスタマンにおいて、本種をトライーナダンスミシーの名で記載した。その後の専門家によって、レプテカーイアス族は、再び有効とされ、独自のトガに位置づけられるまでの間は、ドチザメかまたは、メジロザメかに置かれていた。タイプ標本は、 アンゴラの花瓶だから得られた生態をスである。多数の固有派生形質を持つため、その系統的位置を特定するのは難しい。1988年の形態学的研究では、メジロザメ目のカとの関係は明らかにならなかった。2006年の分子系統解析では、用いた DNA 配列によって、詳細は異なるが、ヒレトガリザメか、ドチザメか、メジロザメか、 種目ザメ科を含む派生的なクレードに含まれるという一致した結果が得られた。近縁の化石種レプテカーイアスクラテイショスの葉がブリテン島の白亜気後期の堆積物から発見されている。アフリカ西岸のモーリトニアからアンゴラ北部で見られ、地中海まで広がっている可能性もある。 沿岸の水深10から75メートル、水温20、摂氏27度、塩分濃度35、36パーミル、溶存酸素3、4ppm の水域に生息する。通常は泥底に生息し、特に川口周辺に多い。体は極端に細く、目は楕円型で内部に窓化膜を備える。目の後方には一体の微小な噴水孔がある。鼻孔の前には細い髭を持つ。 口は長く、強く甲を描き、両角に伸びる非常に長い唇しびらがある。歯列は、上顎で46、60、下顎で43、54。角歯は小さく、細い先頭と一体の小先頭がある。サメには珍しく、歯に性的二型があり、オスの前方の歯は非常に大きくなっている。二期の背びれは小さく、大きさはほぼ等しい。第一背びれは、 胸びれと腹びれの間に位置し、第二背びれは尻びれと、たやりする。おひれの前縁は滑らかで、気分に、多くはない。おひれ下葉はほぼ存在しない。背面は一様な和灰色で、腹面は白。最大で、オスは77センチメートル、メスは82センチメートル。強い筋肉、長いよ、短い体部、小さな肝臓から、活発に遊泳すると推測される。 餌は、様々な定生、沿岸性生物で、特に甲殻類、ガンギエイやトビオの卵、タコ、海面も食べる。イカラは、羽毛、野菜くず、花などの雑多な物体も発見されている。寄生虫として、カイ藩シ類のユダクトリーナレプテカーイサンナセファラス、スリブリナキシースが知られている。オスが持つ大型の前歯は、交尾行動に関わると考えられている。体勢で、 卵黄を使い果たした肺は卵黄の尾を胎盤に転換する。胎盤は他のサメと異なり休憩をしている。セネガルでは妊娠期間は最低でも4ヶ月で10月頃に約7匹の子を産む。発見された最大の胎児は2 0トルでこの程度の大きさで生まれると考えられる。オスは十五から十センチメスは十二からメートルで 生成,成熟する。人には無害。西アフリカでは、比較的普通に見られ、おそらくある程度の経済的重要性がある。商業漁業、地域漁業で釣り刺しやみそこびきもによって混獲され、肉は生、燻製、塩漬け、干物として販売されるほか、皮も利用される。分布域全域で漁獲圧が高いことから、IUCN は、保全状況を純絶滅器具としている。 だが、具体的な漁獲データは得られていない。ありがとうございます。